い、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍されている方や昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも民間企業でコンサルとして働きつつ、 NPO でいろいろなことをされていらっしゃる鈴木さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、鈴木さんの自己紹介していただいてもよろしいですか？はい、 NPO 法人コンフロントワールドの鈴木桃香と申します。普段は会社員で普通に会社で働きながら、それ以外にも個人で他の事業に関わったりと、結構いろいろなことをしている毎日です。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。以前コンフロントワールドの代表が来られたと思うんですけど、はい、代表では語れないところを鈴木さんに語っていただくというところで大丈夫ですかね？はい、ありがとうございます。じゃあそもそもなんですけど、なぜ国際協力というか海外というところにも含めて興味持ったのかっていうところをお聞きしたいなと思ってまして、はい、何か一番最初きっかけだったんですか？一番最初は英語ですね。英語を小学校1年生から習っていて、ただただ英語が好きだった、英語を使いたくて海外に興味を持ったっていうのが始まりです。なるほど。小学1年生の時に英語に興味を持ったってあったと思うんですけど、それは教室に行ってた？英語教室に。ああ、そういうことですね。全然意識が高い何かではなくて近くに家でやっているような英語教室があって、英会話教室ですね。友達がそこに行くっていうので、近いし行ってみようかぐらいの感じです。なるほど。じゃあ最初はそんな感じでやってたものの、英語って面白いじゃんみたいな感じになって、そこから海外っていうところに興味を持ったんですね。そうですね。実際じゃあそれって学生時代の時に海外とか行かれたりしたんですか？でも海外にはなかなか行こうってならなかったです。そうなんですね。実は初めて行ったのは高校生なんです。あ、そうなんですね。高校の時は何で行ったんですか？高校の時は家族旅行で行きました。どこ行きました？はヨーロッパに4カ国ぐらい行きました。そうなんだ。どうでした、実際初海外？楽しかったです。実際自分たちが今まで勉強してた英語があるじゃないですか、その英語を実際使う機会が来たと思います、実際喋れました？喋りました。あ、両親が一切喋れなくて、全部現地での会話は私だったのに、ホテルとかマジだったので、あ、通じるっていう。じゃあそれを含めて大学選択もそういった形にしていった感じですか？もう大学名を見てなくて、学部に国際ってつくところだけ見るみたいな。もうあと私の中では英語で授業を受けられるっていうのを一番重きを置いてて、英語で授業を受けられて留学に行くっていう、今だったら自分で留学先探すとかいろいろあると思うんですけど、当時もう本当ここしか見てなくて全然知らなくて、とりあえず大学に留学プログラムがあって、授業が英語で受けられるところで国際ついてたらなんかそういう感じかなみたいな。でどこ行ったんですか？私は明治大学に結果行きました。あ、そうなんですね。実際どうでした、英語で授業を受けてみて？帰国子女とか留学生が結構多い学部ではあったので、あと英語のクラスもそれこそ純ジャパって言葉で純ジャパンの人が分けて言われるぐらいの、待って待って、純ジャパって言わないですか？学部の中ではもうすごい純ジャパか純ジャパじゃないかって言葉があって、純ジャパじゃないっていうのはハーフってこと？それとも帰国子女？海外に住んでたりとか、なんで日本生まれ日本育ちはもう純ジャパって言われてだからもう私は純ジャパコンプレックスが当時すごくて。何それ、そうなんだ。今までの英語とはやっぱ違くって、日本で学んでとか海外行ってちょっと喋れたとは次元が違くて、英語で暮らしてきた人たちなので、もうなんか授業をしてても英語を喋れるとかとは違う次元すぎて。なるほど。そこはかなり最初圧倒されてました。で実際その間は海外とか行かれたんですか？結構行ってましたね。どこ行きました？1年生の一番最初にまず語学留学に行きました。そのコンプレックスからとりあえず英語で私生活しなきゃと思ってとりあえず夏休みいっぱいを一人でカナダで過ごすっていう、で絶対その間は日本語一切使わないっていうことをしてました、あ、そうなんですね。じゃあカナダに留学しました、その後はどっか行ったんですか？その後も結構いろんなところにちょこちょこ行ってましたね、旅行で行ったりだとか、あと半年アメリカに留学をして、それは大学の制度で？それは大学ので行きました。あ、そうなんですね。途上国とか行かれました？私実はあんま行ってないです。あ、そうなんだ。ちなみにじゃあアメリカの半年留学あるじゃないですか、それはどこに行かれたんですか？アラバマに行きました。アラバマに行くんだ。ちょっと印象聞きたくて、アラバマってどんな感じですか？一番は南北戦争から時が止まってるっていう。なるほど。ところ、それは時代の進化がってことですか？考え方だったりとか、あと人があ
んまり出入りが少ない、うんうんうん、アラバマ出身の方って、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかでも一度も州を出たことがないって方に、すごい、私がお会いした方は結構そういう方がいたりとか、はいはいはい、外から来てる方も割と少ないっていうところもあって、うんうん、独特の空気感じゃないですけど、うんうん、他のアメリカの州行った時とかとは全然感覚が違くって、だからなんかアラバマに行ってアメリカって呼べなくなりました。なんかどこの州って本当に大きいなってすごくその時感じます。そこ行くじゃないですか、実際何が良かったですか、はい、自分が学ぼうと思ったことが学べたとか、はい、身につけようと思ったことって身につけました、はい、何を身につけようと思ってました。日本で感じられないものでしょうね日本で得られないものを得たくて、はい、で、うん、そこのモヤモヤが私このまま日本にいたら絶対得られないなと思って行って、うん、でそれを超える刺激を浴びてこれたので、はいはい、どんな刺激が一番得られました。人の個人の子っていう強さ。どういうこと。そもそも行った背景として、はい、差別っていうのに関心があったのと、人種差別がなんで起きるかが分かんなくて、なんで肌の色が違うだけでって私の感覚からしたら思ってしまってたっていうのと、うんうんうん、それ以上のところって、うん、そこを考えずに生きてこれてしまった自分には考えて分かることじゃないなって思ったのがあって現地に行ったっていうのがまず始まり、うんうんうん、でその上で行って分かったことは、人種がどうとか肌の色がどうじゃなくて、一人一人めちゃめちゃ強い主張があってとか、うんうん、でそれぞれの中でも親から歴史を受け継いできて自分はだからこう思うだとか、うん、例えばセンシティブな内容にはなっちゃいますけど、肌の色とかでも一人一人、これはブラウンって呼ばれた人もいれば、チョコレートブラウンって言われた人もいれば、ブラックって言われた人もいれば、チョコレートブラウン、いろいろあるんですよ、一人一人の主張がすごく明確にあってとか、っていうのを目の当たりにした時に、私も最初は日本人でそういうの考えずに生きてきちゃったから何も言えないって最初思ってたんですけど、それを聞くうちに別に日本人とみんなではなくって、私はこういう両親の下でこういう教育を受けてこういうことを学んでこういう経験をして、そんな鈴木桃香はこう思いますって言えばいいんだっていう感覚がその時にものすごい明確についた、うんうんうん、なるほど。それまでは自分のパーソナリティみたいなのを出せなかったって感じなんですか、うん、出せなかったよりもあんま考えてなかったのかもしれないですね。確かに意識しないで済んじゃった。まあ日本に行ったらそうかもしれないですね、うん、向こう行った時もしょっちゅう、うん、あなたのアイデンティティはって聞かれる。めっちゃ聞かれる。聞かれすぎて、うん、確かに。それを考えずに生きてこれる場所にいたってことに私は結構ショックを受けてしまって、うん、結構価値観はガラッて変わったなって。ああそういうことですね。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあそこから大学でいろいろ海外と触れるきっかけが多いじゃないですか、はい、国際協力にフォーカス当てに行った時って何かあったんですか。国際協力をあえてっていうことはなかったですね。割とどこの国とか問わず関心があったっていうのと、うん、その中にはキラキラしたようなイメージの話もあれば、そうではない部分、もっと現実的なところ、実情はこうなっているとか、外に知られてない部分、ニュースの部分、経済の部分とか、そういう話も両方見ていたっていう感じで、だからあえてこれをっていうのはあんまりなく、うんうん、なるほど、よくも悪くもふわふわとしてたかなっていう、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ大学を卒業するときにいろんな選択あると思うんですけど、はい、どういう選択して、どういう観点で就職されたんですか。私の家が就職をそもそもしなくてもいいみたいな。どういうこと勉強もしろって言われたことがないようなので、自分が何をしたいのだけは問われるみたいな。で逆にやりたいことないんだったらやらなくていいって言われる、うんうんうん、だから私も会社に入ろうかどうかとかあんま考えてなくて、自分が何をしたいかなっていう視点で最初考えてたかな。なるほど。そうした場合何がやりたいかっていうのを卒業間近に考えた時に何をやりたかったんですか、はい、今ある仕組みに対してなんでだろう、なんでだろうっていう方が強くって、ね、うん、いろんな会社の説明会とか行ってもその事業の中身に正直興味が持てなくて、いやこの会社の働き方どうなんだろうとか、動きどうなってるんだろうとか、業務の回し方どうなんだろうとか、そっちにすごく目がいっちゃってっていうのがありましたね。なるほど。就職活動は結構応募とかもしたんですか。あんまりしてないです、ね、そうなんですね。結構頑固なタイプなので、はいはい、同じことしか言わないし、合わないところはまあ合わないんだなぐらいの感じで頑張ろうともしなかったとんがり帽子になってる。だから面接とかも今私採用面接する側なんですけど、うんうん、今思うとなんて偉そうなやつっていうぐらい、すいませんここには共感できません、やばー素晴らしい辞退させてくださいとかをやりまくってて、それは面接の最中に、あ面接の最中に、あすいませんこのまま辞退でお願いしますとかを結構してて、まあ、作っても分かるし私そういうの上手なタイプじゃないので、うんうんうん、自分がどうせ後で苦しむだろうなと思ってそういうのはしてないはいいものの、うん、こ
このまま行ったら私何も見つからないんじゃないかっていう感じでちょっと思った時はありました、うんうんうん、なるほど。でもその中で今就職してるわけなんで、そうですね、見つかったわけですよね。見つかってよかったです。それはどういう系の企業さんなんですか？はい、会社自体は人材グループの中の私が携わっているのコンサルをやっている。はいはいはい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこの動画では大学卒業してどういう就職選択をしたのかみたいなところまでお話をお伺いしたんですけど、はい、次の動画では具体的に何をやっているかっていうところも含めてお話をお伺いしようかなと思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。